獣フレンズ3、3月9日の更新。ゲーム自体が今日更新あったってわけじゃなく、今日でね、このハーフアニバーサリー記念ステップアップ招待、毎日無料10連のやつが、とうとう終わってしまう。しっかり石を貯めていた人は、3回回して、星4フレンズをどんどんゲットして、いい感じにホトポケを解放していったんだろうな。特性解放できればね、だいぶステータス強化が、見込めるんで。でね、130。これをやったところでって感じだね。確かにお得ではあるけども、このガチャでやるんだったら、3回回してね、ハーフアニバーサリー記念の星4フレンズ招待券と、もう一つ星4フレンズ招待チケットのおまけ、これを欲しかったけどね。さて、ストーリーの方の、ちゃっイベントの方ですね。ダークネスひな祭り。今回さ、マップキーとすごいマップキー、特にすごいマップキー、集めるのすげえ大変じゃない？でね、今日の更新かな？昨日だけかな？ようやくフリーのとこまでね、ストーリーが進んだんで、すごいマップキーを使って、ここをクリアできれば、黒い、ブラックジャパリダンのこのチケットがもらえると、できるだけ効率アップの獲得量アップのつけてるフレンズを借りて、さあ BGM がないからシューだぜ。再三の説明になるけども、ケモフレ3の BGM はなんか YouTube の制限引っかかることが多いんで、いっそのことで全て外している。音楽がいいのに聞けないっていうね。まあまあ硬いか？いや、そんなこともないな。新井さんといえば、新井さんマンションがね。いや、あれ楽しいよな。この敵のセルリアンは何だろう、鐘なのかな。音がすごいね、ガオーンって。ブラックジャパリダもね、集めるなら3人揃えたいけどね。多分3人揃えた時のなんか特殊ボイスとかもあるんでしょ、戦闘中だいたい絡んでるキャラとかのは、そういう掛け合いゼリフみたいなのあるし。お、敵が工具を発動してきたぞ違います。まあレベル80、90あれば、オートでも十分倒せるぐらいでしょう。 HP が高いね。叩いた時のグワーンって音が。勝ったケロ。BGM ないからね。砂の上にゴロンとしましょう。なんか勝った気がしないね。なんか倒しちゃいけない相手を倒してしまった感が出るね。さあこれでジャパリダンピックアップ、星4フレンズ招待券をゲット。招待。こっちな。某極楽の、ゴシックラックの2人の方のガチャもね、全然回してないんで。石が足りないんじゃ。チケット専用のやつ。なんか2回回して、せめて、20% のやつ回してもよかったんだけどね。石が足りないんじゃ。さてさて、回しましょうか。ジャパリダン。誰が手に入るかな？提供割合。え？確定じゃなかったのこれ。これ確定じゃねえのかよ。うわぁ、書き方ずるいね、これ。まあ、提供割合のとこね、見てなかったら俺も悪いんだけど、どう見てもさ、この3人の誰かが当たるみたいな書き方じゃん。ずるくね？まあ、ね、10% ずつの確率、いい確率持ってはいるけども、くそー、悔しいぞ、これで。ジャパリダン出なかったら。
もう確定だからな、この夜演出になっても出来レースだろって感が出ちゃうけども、キラ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 、練習の成果今こそ見せる時。うーん嬉しいんだけど、うーんそして固まらないで、すいません、固まらないでもらえますか。いつまでこのじわじわ迫ってくるロイヤルペンギンを見なくちゃいけないんですか。あ、やっと動いた途中すっ飛ばしやがったな、こんちくしょう。私はロイヤルペンギン、アイドルを目指しています。もちろん目指すは、これはまだ内緒です。なんで確率低い方をね引いちゃうんだと。まあ足し算していけばね、ジャパリ団より他のが出る確率の方が高いけども、悲しみ。小筆来い、来ない。くそなんだこの、なんか騙されてないんだけど騙された感がする。あん、悔しいフレンズ